シナン・ボラトは、トルコカイセリ出身のサッカー選手。ジュピラープロリーグのカーヘンと所属。ポジションは GK。トルコ代表。幼少期に、トルコのカイセリからベルギーへ移住したボラトは、1996年に、ゾンホーフェン VV でのプレーが、ベルギー一部、KRC ヘンクのスカウトの目に留まって引き抜かれると、15歳で、 トップチーム昇格を果たし、2006から07シーズンの FC ブリュッセル戦においてプロ初出場を飾った。ローガン・バイリーの存在から出場機会を多く得られずにいる中で、フェネル・バフチェ・ SK、トラブゾン・スポルといった祖国トルコ一部のクラブから関心が寄せられていたものの、2008年7月に契約を4年延長し、バイリーとの定位置争いを選択した。しかし、 12月下旬に急遽スタンダールリエージュと4年半契約を締結したことで変クでの出場はリーグ戦5試合となった。スタンダールリエージュ2008年12月29日に移籍金15万ユーロでスタンダールリエージュと4年半で合意する。加入当初はロリス・アラゴンの控えとして過ごしていたが最終的に定位置争いに勝利しており、 特に終盤に出場した7試合中5試合で無失点を達成し、ケイベーリスホット AC 戦とキロボルトメヘレム戦でのに、失点しか許さない活躍を見せた。また、2009年2月26日の UEFA カップ2008から09の SC、ブラガ戦でも前半を無失点でに抑えていたが、股関節の負傷によって、前半終了後にアラゴンと置き換えられ、チームは1から1の引き分けとなった。 同シーズン最終節のカーヘント戦において、ブライアン・ルイスの PK を見事に防いで勝利に貢献した。これで、RSC ・アンデルレヒトと勝ち点が同数となり、優勝プレイオフが開催されると、敵地での第1戦を1から1の引き分けに持ち込み、5月24日の第2戦をアクセル・ビツェルの PK によって1から0で勝利を収め、2から1で優勝を果たすとともに UEFA。 チャンピオンズリーグ2009から10出場権を得た。9試合中6試合で無失点を達成し、優勝に貢献する成功したシーズンを終了した後、マンチェスターユナイテッド FC とアーセナル FC からのオファーが届いたことを明かした。2009年7月25日、2009から10、シーズン開幕に先立って行われたフルスヘンクトのベルギースーパーカップで2から0の無失点に抑えて、 タイトルを獲得し、良い形で開幕を迎えることになった。しかし、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10においては苦戦を強いられており、12月9日の AG、アルクマールとのグループリーグ最終戦で95分にフリーキックを頭で押し込み、1から1の引き分けに持ち込んだことで、同じく敗退決定していた AG を勝ち点で上回り、どうにか3位で、 UEFA ヨーロッパリーグ2009から10決勝トーナメントへ進出となった。なお、この得点によって UEFA チャンピオンズリーグ史上初オープンプレーで得点した GK となっている。2010年11月のクラブブルフ平戦で十字人体損傷による3ヶ月の離脱となりながらも復帰後も変わらずに正 GK として 活躍を続けていたが、2012年4月22日のヘンクとのプレイオフにおいて、膝を負傷すると、その後の回復がかんばしくなかったため、6月に手術を受けることを選択したことで、半年の離脱となった。負傷の状態にありながらも、ステップアップを望んで対談を希望し、契約延長を拒否したボラトに対して、契約満了での放出を避けたい。 スタンダール側と恒例のマークシュワルツァーの後釜を模索していたプレミアリーグのフラム FC との思惑が合致し9月13日に2013年1月からの遺跡でクラブ看護医となる最終的に遺跡話は頓挫し1月からも引き続きスタンダールに滞在することが決定したがクラブ氏のおじから起用しないとの宣言をされ川島栄治の存在から 出場機会がない状態となった。その困難の中、2月のサークルブルフヘッセンにおいて、敵地に訪れたファンから、自身の支持を歌われ、支えられたものの、シーズンいっぱい出場することは叶なわなかった。ポルト2013年7月30日に、ポルトガル一部の FC ポルトに5年契約で、完全移籍することが決定し、スタンダール時代の同僚、スティーブン・とフール、 エリア間マンガラと再会した。同2013から14シーズンをもって、契約満了となるエウトンの後釜として見られていた、ものの、エウトンのみならず、2番手のファビアーノの後陣を排した、ため、トップチームでの出場機会はなく、ポルトガル2部の B チームで4試合の出場となった。2014年1月に、トルコ1部のカイセリスポル駅原付き遺跡となり、 初出場を飾った2月1日のカスムパシャ SK 戦以降、政治遺刑として14試合に出場した。期限満了に伴い、ポルトへ復帰すると、負傷したエウトンの代役として、ファビアーノ、リカルド、カドと定位置争いを繰り広げることになったが、7月22日に、トルコ一部のガラタサライ SK へ期限付き遺跡に出され、今度は、 フェルナンド・ムスレラと定位置争いをすることになった。その後もクラブ・ブルフヘ、CD ・ナシオナル、FC アローカと期限付き移籍を繰り返し、結局ポルトでの試合出場はなかった。ロイヤル・アントワープ2017年7月、ロイヤル・アントワープ FC に移籍した。ヘント2020年8月27日、カー・ヘントと2年契約を結んだ。U-17。 U-19 代表では、ベルギー代表としてプレーし、UEFAU-17 欧州選手権2004予選にも出場した。U-21 代表からは、生まれ故郷のトルコ代表を選択し、2008年のトゥーロン国際大会に参加。なお、前3試合未出場だった。2009年6月1日、ファティテリム監督によって、アゼルバイジャンとフランス戦へ向けて、 トルコ A 代表に初招集される。両試合未出場だったが、その後の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選と UEFA ユーロ2012予選でたびたび招集されるようになり、2011年8月10日にトルコテレコムアリーナで行われた親善試合のエストニア戦において初出場を飾った。それから2ヶ月後にユーロ2012予選最終戦の アゼルバイジャン戦において、フースヒディンク監督に先発を任されると、無失点に抑えて1から0の勝利に貢献すると、共に勝ち点を争っていたベルギーがドイツに敗れた、ことで、プレイオフ進出に成功した。クロアチアとのプレイオフ第一戦で、ボルカンでミレルが起用されていたものの、0から3で敗北しており、第二戦は、勝利が必須条件となっていた。そして、 アゼルバイジャン戦に続く重要な場面を任されたボラトは、起用に応えて無失点に抑えたが、攻撃陣が振るわずに0から0の引き分けで、本大会進出を逃した。ありがとうございます。